ピアノ競争曲編補町長は、ジョン・アイアランドが1930年に作曲したピアノ競争曲。この曲が彼の唯一のピアノ競争曲であり、ヘレン・パーキンに検定された。初演は1930年10月2日、クイーンズ・ホールでのプロムスにおいて、検定先のパーキンによって行われた。このピアノ競争曲は芝叩く間に成功を収め、クリフォード・カーゾン。 モーラリン・パニー、アイリーン・ジョイス、ジーナ・バッカウアー、アルトゥール・ルービンシュタインといったピアニストらが、たびたび演奏した。この成功に気を良くしたアイアランドは2作目の競争曲の作曲を計画したが、第1楽章を完成するだけに止まった。彼はこの作品を伝説レジェンドと命名し、ピアノ競争曲と同様に、ヘレン・パーキンに検定した。 彼女は1934年1月12日、エイドリアン・ボールと式、BBC 公共楽団の演奏でこれを初演している。アイアランドはパーキンに対して恋心を抱いていたが、その思いが実ることはなかった。パーキンは、ゲオルギー・ウルジエフを信奉する、ジョージアディと恋仲となり、しばらくすると彼と結婚して、オーストラリアに移住してしまう。そのため、アイアランドは、 上記2曲の検定を取り下げた。ヘレン・パーキンは、王立音楽大学で、プロコフィエフのピアノ競争曲第3番を演奏しており、アイアランドはこれを聞いて、ロシア作品に影響を受けたものと思われる。彼のピアノ競争曲が出版された時に、ラベルのピアノ競争曲と、蝶々はまだ世に出ていなかったため、彼はラベルの曲を聴いてはいない。しかし、 アイアランドの競争曲にはプロコフィエフだけでなく、ラベルの競争曲の影響が指摘されている。ジャズのリズムには、ガーシュウィンの作品も、ヒントとなったと見られる。この曲を最初に録音したのは、アイリーン・ジョイスであり、1942年に、レスリー・ヒューアードの式、ハレ管弦楽団の演奏であった。ジョイスは1949年に、 プロムスがアイアランドの70歳の誕生日を祝う特別な会となった時、この曲のソリストを務めた。この演奏も録音され、商業販売された。このコンサートの後、ジョイスは夫と共にアイアランドを夕食に誘っており、その席にはパーシー・グレインジャーも出席していた。アイアランドの80歳記念コンサートの際にも、この競争曲が演奏された。 この曲の録音は、エリック・パーキンが2回、ピアー・アーズ・レーン、キャスリン・ストット、コリン・ホースリー、ジェフリー・トーザー・ジョン・レネハンがそれぞれ言っている。この曲はかつて、イギリス人の書いた最高のピアノ競争曲であるとまで言われたが、今日では帰り見られることは少なくなっている。約24分この競争曲は二楽章制となっているが、 感情学賞が直接フィナーレへと続く構成であると見なすことができる。感情学賞の終盤にかけて、アイアランドはヘレン・パーキンの弦楽四重奏曲の旋律を引用している。これは彼女が王立音楽大学において作曲のコベット賞を獲得した作品である。ありがとうございます。